俺はストイコビッチさんは本当にまあ一緒にね、これだろ、決めちゃったこれ靴でこれだね、革靴だろ、これ革靴、これだよね、これはすごかったよね、ほんとこれちょっと驚異的だった、これはほんと底力だよな、この革靴のし。これちょっとさ、今これギャグで動画流してるやつみたいなね、作ってさガッツポーズしちゃって、もこれはすごかったよな、ほんとに驚いたよ、これ入っちゃったよ、革靴だぜ、なんで蹴れんだ、中澤もふざけんなよみたいな顔しちゃって、これかダイレクトでしょ、ダイレクトだね、革靴で、しかもちょっと雨みたいな滑って、おかしいよね、これね、ベンチから出てきて蹴ってますもんね、来た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 って、やっぱりね、あの技術持ってる人、本物の、まあ、Jリーガーでもほらみんなプロじゃないですか、はい、プロって言ったって技術には差があるわけですよ、で本当の本物の技術は本当すごいんですよ、いやめっちゃうまい、なんだこれ、いや遊ばれてるわ、まあ妖精だね、まあ、めっちゃ遊ばれてる、俺ね J リーグのオールスターの時に俺前半出てて、後半ストイコビッチは今日見とこうと思ってずっと見てたんだけど、ノーミスだったよ、あ、一回無視しないで、オールスターで試合終わっていくんだよ、オールスターでもノーミスだよ、ノーミスってないよね、普通ね、ないないない、プレッシャーかかってたら、ね、でちょっとずれたやつもない、トラップも全て完璧、全部パスも全部完璧、いやこれはレベル違う、うん、絶対今もう一回見てみたい、あのゴールみたいなのがあります、あのさ、エドゥのフリーキックのさ、あのなんか曲がってっちゃうやつとかもあってなかったっけ、これがこっちか、エドゥ2本決めてるんですよね、この時続けざまに、これもこっちは内側だよね、内側ですね、うん、わかんないですかしかももう、あの距離で決める気は森下さんだからね、しかも、これ鴨さん、鴨さんです、こっちのカーブじゃなくて逆のカーブ、逆でこっちに逃げたやつだったよね、この次の試合かなんかにベルマーレで小島ノブさんがやられてるんですよね、これさ知ってる、大体すごいシーンでやられてるゴールキーパーの数でいうと小島さんが圧倒的に多いんだよねエムボムもそうですよね、エムボムもそうなんだ、エムボムはね、大体誰かの記念すべきゴールは小島さんがやられてるって小島さんやられてる、わざとやられてんじゃねみたいな、こっちか、ああこれだ、これ切りねえな、ほんとに、どっちも蹴れるタイプだよこいつ、そうだ、うわすげえこれおかしいよ、これはすごいわ、いやインフロント出た小島さんこっちから曲がってここ狙いますよ、これは止めらんないですね、これすごい、普通はだいたい左足の人でもインフロント系が得意かどっちかってあるじゃないですか、アウトサイド系が両方だもんね、うん、まあこれもまだね、すごいな、こういうでも技術大事なんだよな、吹きという蹴り方だ、蹴り方吹き吹き吹きますよこれ、あ、この後あれだよ、これでこの後あの樋口康が固まってたんです、ずっと雨の中でラモスさん喜んで、相手樋口康なんで俺同期なんだけど、かわいそうって、すごいよね、復帰はさ、僕ベルディで一緒にいたじゃないですか、はい、一緒にやってないけど、はい、見てたわけですよ、体つきからプレーからって、はい、今までね自慢じゃないけど代表でもマラドーナ、うん、ベッケンバーバー、クライフとかスーパースター戦ってるわけで、はい、こいつそのレベルだろって感じがしてたんですよあ、そうなんですか、いやこの時にこんなやつがボロボロいたらまずいよなって俺の自分の価値観基準が変わっちゃうなって思ったらやっぱり言ったじゃないですか、代表すげえ嬉しかったもん、だから、はい、あやっぱ合ってんな俺、うん、その自分の物差しがあるから、機関が違ったもんなんかね、うんうん、俺がこんなのがボロボロ出てくるようになっちゃう、俺の物差しももうブレたのかなと思って、しかも J2 ですからねこれは当時、ちょっとまた違うなんかでしたよね、力がグワーみたいなドーン、うん、日本人選手いかがですか、誰がいる、ホンダの若い頃、ホンダ圭佑、うん、ファーストゴールの、うん、久しぶりに見ると髪の毛黒いんだと思っちゃうけどねあでもやっぱすげえな、やっぱすげえな、これ今から見ても若えけど、吉勝だったんだ、うわ
これやっぱすごいじゃん。よいしょ、アウトは少しね、でかいね。まだまだ伸びるっていうショットだよ、これ。はあ、さすがです。ネビシネもやっぱ使いましたもんね。うん、まあ、いろんな動画がありますけど、実際こうお二方がこうずっと J リーグをご覧になられていて、一番のスーパーゴール、スーパープレーって何ですか？難しいなぁ。でも今見ちゃうとエドゥはすごいなって思っちゃうよね。何年やってると思ってんの、これ。そんなん決められるか？一個じゃないでしょ。無理だろ。あのそれだけでも J リーグがこういろんな歴史を積み重ねてきたってことなんですかね。すごい選手とすごいだって佐藤君のさ、最近のやつとかも去年のやつラモスさんのループシュートあるじゃないですか。あ、それだな。やっぱ我々はベルディとプライドもあるし、うん、ラモスさんのループシュートでチャンピオンになった、まあ、あれだな。あれを後日談があって、はい、リネカーがミスキックって言ったんですよ。それをラモスさんは劣化のごとく怒って、もう本当大変だったんだ。めちゃめちゃ怒ってたよね。ふざけんなよ、リネカー。多分リネカーのイギリスのキックにはやっぱあのキックがないから、ちょっとこう分かんない、分かんなかったんだけど、我々はいつも見てるキックだから、あれはそれはあのラモス組として、おリネカーまずいんじゃないかそれって俺もそう思う。弟子として怒ってましたね、よくやってるぞみたいなね。そういう意味では、そういう意味もあるし、やっぱり22年間では、うん、でもあの時ラモスさん満身創痍ね、怪我抱えながらプレーされてたんですよ、ね、あれね、肉離れしたらもうひどいんですよ。筋断裂状態だったよね。あの人はいつもそれでもやっちゃうからね。いや、ね、あの状況であれが出るとは思わなかったね。僕はそう思いましたよ。これだ、あ、これですね、俺入れようよ、うん、いつもね、読売クラブ時代から困った時はこのシュートでいつも勝ってくれてたんだよ。ほんと、これ、このキック、あの置き方ってさ、この軌道すごいよ。もっと普通は行っちゃうんだよ、ボールが、うん、バーの上に。できない。ギューンと下がっちゃうって。これありねえか、もうできねえからな、さすがにな。これもう蹴った後、もう見届け方がもう入ったよ。かっこいいよね。そうそうそう、蹴った瞬間分かってるでしょ。はい。この、ほんとこう、雰囲気だよね。余韻っていうの、余韻、はい、このおいもう決まっちゃってるぜ、そうそうみたいな。これ心配するの本当だよ。この心配するのバックスピンで帰ってきちゃうかなっていうやつだよ、これ。そういうキックだよ、ね、これキーパー悔しいでしょうね。これも小島さんじゃね。違う。でもこういうのさ、ベルディの人たちは、まあ、いつも見てるわけですよ、僕の練習とかで、はい、いろんな、そういうふうにあの経験のある人はそこそこ分かるわけ、うん、分かんない人は気づかないわけですよ。これは面白いことで、ね、こういうのよくあったんだから。こういう腕なんて、竹ちゃんがさ意外と渋いんだよね、あのシュートがね。竹田がね、サッカー上手くないんだけどシュート上手いっていう。確かに、まんべんなく上手くなくたっていいわけですよ。スペシャリストですよね。そう、スペシャリスト、あれ大事。日本代表のさ、やっぱりこうストライカー育成に入れた方がいいんじゃないですか。いや、本当だよ。感覚わかんないな。せっかくなので、じゃあその武田さんの素晴らしいポジショニングからのゴールをどれ見てみましょうか。これもありましたね。あ、これリフティングか。はい。あ、これね。ごっちゃんだ。素晴らしいよね。多分もうあのリフティングには関わろうとしてないですもんね。関わろうし、待ってる待ってる。もうでもごっつぁんっていうのは深いんですよ。ごっつぁんゴールをもらえるとか、最後に譲ってもらえるということじゃないですか。人間が嫌なやつだったら絶対譲られない。打ってますよ、他のやつが。だからそういうのはね、実はどこにいるんだ。俺はね、結構右サイド引っ張ってるんですよ、もう人ちゃんとね、うん、でカズさんも一応こう、そうそうそう、うん、くさびが入る準備してるんですよ。引っ張り合いが大事なんだよね。もうほら関わってないもん、武田さん。待ってる。まあ自分できること分かってるんですよ。そうそうそう、すごい、素晴らしい選手だよ。まあ、J リーグが丸、まあ、これ22年を経過したわけですけれども、まあ、当時と今の違いっていうのはお二方どういうふうに感じられていらっしゃいますか。そうですね、まあ、華やかさはね、93年すごい盛り上がりだったんで、うん、ちょっと落ち着いた感じはありますけど、うん、やっぱ全体のレベルっていうのかな、スピード感とか総じて選手の技術も、まあ全体的に高まってきている部分は感じられますけど、うん、まあ、こだわったその先ほどのファッションの話から、自分を見せ方、あるいは技術の個性とか、そういうもののところが少し逆に薄れちゃってる時代なのかなっていう感じかな、俺は。まあ、やっていたこととかがよりその
キーワード化されてトレーニングに落とされていることがあったりとかするので、やっぱり細部にわたってこうちょっと違いレベルが向上した理由っていうのはそこにあるなと思いますよね。振り返ってみてもやっぱディフェンスのポジショニングとかあんまり良くないところが多い、攻撃側にいいシーンは多いんだけど、はい、守備側がこれ振り返ってみるとちょっとポジショニング違うことがやっぱり目につくことがやっぱり多いから、うん、ある意味守備の部分の向上っていうのはすごくもしかしたらあるのかもしれないなっていうのはこれ今日見た感じではすごくあったかな。総じてこうサッカーの、まあ、G リーグ全体のレベルっていうのはかなり向上しているっていうふうに考えていいんですかね。やっぱりいろんな経験をもとにしながら、じゃあそれをやられないようにじゃあどうしましょうっていうトレーニングを積み重ねていくわけだから、前に起こったことがやられないでいくことがやっぱ多くなっていく、でまたそれをどう打ち破っていくかっていう繰り返しだから、時代のこういうだそれは繰り返しながら来てるなっていうのはあるんじゃないでしょうかね、うん、ただ何かしようっていうか何か作り上げようっていう思いは当初は強くあったから、それは見えないんだよ、うん、見えないんだけど何か一生懸命やっていけば何か変わるだろうっていうのはまあ93年ぐらいは強くありましたけどね、うんうん、あとはまあ全国にまあクラブ数も増えてっていうところでこうサッカー全体がこう本当に普及してきたなっていう印象もあるんですけども、それは間違いないですよ。もう、うん、サッカーのそのサッカーを取り巻く環境はまるで変わってるし、そのステータス、うん、それも素晴らしく向上してますしね、それは本当にいいことです。松本山雅みたいにこうすごくホームタウンに密着して地元で愛されるっていうところもだいぶ当時とは違うところなのかなっていう印象もありますよね。まあ出かけていって地域によって話しかけられる率が違うんだよね。あ、新潟とか行くとさ誰でも話しかけてくるわけ、はい、だから駅のターミナル出るのに時間かかっちゃうんだよねもうすごい話しかけてくるわけ、まあ、専務ってでもそうじゃない、はい、で今山賀なんかもそうだと思うし、うん、その熱は行ったところですごく感じることは多いかな、うんうん、まあこれからまた J リーグがねどんどんこう発展していってほしいと思うところはもちろんあると思うんですけれども、まあ、今後の J リーグにお二方期待するところっていうのはどんなところになるんでしょうか。僕はまずその世界に誇れる J リーグ、この安全なスタジアムじゃないですか、うん、誰もが安心してサッカーを楽しめる環境っていうのはもう絶対的にこの先未来永劫、ね、維持していかなきゃいけない。サッカー盛り上がるけど危険なスタジアムは世の中にたくさんあるわけで、この素晴らしい環境をまず維持することが一つと、やっぱりあとはこう、まあ、我々の時代さらに個性的で激しさを持った選手みたいなのがもっといたっていうような自負もあるんで、そういう部分でやっぱり個性を出せるようにさらにこうなんだろうな技術極めていかなきゃいけないと思うんですよ。でそういうためにこういう僕はもう昔から言ってることで、昔のプレイヤーの最高の技術を繰り返し見て覚えていくんですよ、うん、世の中の100年やってる歴史とか必ずやってますから、何回も見て、あ子供たちがこれ見て、あこういう技術あるんだなって、エリアのフリーキックって物理的に言うように見た方がいいわけ、この辺に当たってるって感覚のやつはそれ練習しだすんですよ。でこういうものでそれをやっぱり促進させていくっていうのはとても大事なんで、非常にいいなと思うし、そういうふうに技術の向上を期待しますね、はい、ビデオ擦り切れるまで見てたから、うん、我々の時代は、うん、だけどもっと今見れる環境にあるわけじゃない。でそういうのをやっぱり生かすっていうことが、うん、やっぱ選手たちの成長する理由にもなるのかなって思う。でこれ見てるとやっぱやってきた自分もいるんだけど、やっぱすげえな J リーグと思うから、うん、でこの歴史をどうやっぱり生かしていくかっていうことが、また選手なりサポーターなりがやっぱり言われることが大事なことだし、その世界の J リーグに近づく理由にもなるんじゃないかなって思いますけどもね、はい、うん、いやもう本当はもう少しこう動画を見ながらいろんな思い出話やろうよ、じゃあ、はい、今後やりたいんですけど、なんとなく締めくくりの言い方してるだけで、いや、やろうよだったら、いや僕も本当朝まででも、うん、もうちょっと見たい感じがする、やりたいんですけどちょっと、うん、時間がない、はい、うん、まあ家帰って見るよじゃあ、はい、見たよ、たくさん見たい、ちょっと恥ずかしくて俺のやっぱ見れなかったから、ちょっと北沢っていうの押せなかったから、あ大丈夫ですか、最後に見なくて、見といた方がいいよ、まあ、思い出すよね、このシーンっていうよりも背景を思い出す部分もあるんだね、動いてるよな、この試合で負けた方がキャプテンやめようと思ってました、ずっと負けちゃってる、負けちゃってて、まあ、そんなことを思い出す、嬉しかった、北澤が出たっていう、すごい、ね、キャプテンやって結構この時もね、なかなか一つならない時だったから、うん、でキーちゃんがそれを引っ張ってやってるっていうのを聞いてたから、でここで一つまとまってくれればいいな、そう結果これでファーストステージ3位になりましたからね、そうそう OB たちはいろいろ外側に心配してないですね、そうなんですよね
いや本当に今日本当に本当に本当に貴重なお話をありがとうございました。いやいや、またやりましょう。またぜひ恋場をお迎えさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。